はじめまして。はじめまして。私は東南東部へ行っています。はじめましてですね。はじめまして。はい。まあ今からね、私ヒーリングマジック得意としています。ちょっと今日は癒されてもらおうと思いまして。ヒーリングのマジックをじゃあ一つ早速やります。よろしくお願いします。これを使います。ちょっと調べてもらっていいですか。その前に指鳴らさなくても所定の位置に来ました。はい、よかったら、お医者でも。お医者もなんか今気合い入れましたね。なんか髪型がちょっと出ました。はい、マジックするわけじゃないですか。やっぱり飲みながら楽しんでください。ではこの白い紙1枚裏表真っ白ですけど、ちょっと折りたたみたいと思います。何回折りたたんだか見といてください。ありがとう。裏って3回までにしておきます。常にお札見えてますからよく見といて。3、2、1。すごい。これ今色変わったの分かりますか。すげえ。本物の1万円札なりました。本物、本物ではない。本物ではないけどすごい。見てください、うちの会社の。あ、やったわ。そういうことすごい。万全です。万全か。すごいわ。何もいません。チャンネル登録お願いします。差し上げます。これ記念にね。やっと。これでじゃあお会計。捕まらないように気をつけてください。そこの責任は私も思います。今のマジック癒されましたか？癒されました。It's a healing。わかる。こういうのがあるやん。もう一応出てきます。一緒、後で一緒にもしやってもらって。言われた後ヒーリング言ってもらったらあと1回しかないです。それではもうラストになりました。お世話になりました。ありがとうございます。私レパートリー2つしかない。最後ある。それでは次はですね、私の一番お気に入りのマジック、ヒーリングマジックライター。それからですね、こちらの、ちょっと整理が行き届いてないのこれ、はい、この整理苦手大型、はい、これ何か分かりますか。確認してもちぎらないでね。何これ油取り紙。そうなんです。これ油取り紙です。これ使いますね。ちょっとだけ、はい、今日から勝手につけました。これ目つぶらないでください。このままです。これ燃やしますけど、燃やしたところ瞬間、うわーすごっ、それぐらいがありがたい。すごっ。カードマジック今からやりたいと思います。カードマジック今日見ましたか。あ、見ましょう。それでもやります。あ、はい、それでもやります。それでもやる。どっちの答えでもやりますけども、ちょっと一つ、じゃあせっかくなんで今日サインペンでサインとかってしました。あ、してないです。してない。あ、じゃあそうします。あ、ちょっと上でこんなところにペンを。おー、すごい。これをお兄さんに渡しておきます。で、お姉さん好きなとこでストップ。はい、ストップ。早めにお願いします。もうやってないこれ。はい、ここ変えてもいいですよ。変えますか。これにお兄さんのお名前を決めに書いてください。まあ、同じのは2枚とはないですけどね、念のために。後であげます。写真あげます。はい、完全にこの絵札で何書いてるかもうちょっとわからないぐらいなんで教えてください。広大です。広大さん、これは偽名ではない。はい、本名。本名です。ありがとう。あのね、あ、大丈夫。これはもう2日ぐらい残りますけど。2日ぐらいで消えるんだったら何の問題もないです。さあ、それでは広大さん、サインよく見ておいてください。このサインのカードをこの中に入れます。入れたのを見ました。見ました。違いますね。これは違います。この8、4を組んでおいてください。
何か変化を感じましたか？一番上。すごい。雄大さん。はい。お酒かいたやつですね。すごい。ちょっともうサングラスにこもっててちょっと表情。これちょっと一応確認触ってください。間違いない。はい。偽物じゃない。偽名でもないし。はい。本名。これね。後ろから入れたら分かりにくいかな、前から入れたらどうです、分かりやすいですか、こう、これ本当に入れたので上違います、これ私のアシスタントなんですけれども、よく見て、今からアシスタント雄大さんのサインのカードに変わります、もう変わってきましたよ、少しだけ振ってあげるとどうですか、お二人なんとなくサインのカードに見えてきませんか、あすごい、変わってる、念のためにじゃあちょっと確認お願いします、ここも大丈夫ですか、偽物じゃないですね、私のアシスタントがいればこんなようなことができる、仕事何もしてない、それではもう次私の一番お気に入りのラストマジック、箱の中は何も入ってないですか、はい、はい、ちょっと箱の中入れたらあのテンポ悪くなるので載せます、ではご注目、雄大さんのカードを置いて箱を置く、そして違うカードを置く、このカードは私のアシスタントなんですけど誰か分かりますか、そう私のアシスタントです、グッドフレンド、グッドフレンドに任せましょう、3、2、1、どうぞ、おおすごい、拍手のままお、ありがとう、雲出てるお客さん目見えない、見えない、感じますね、これでも身代わりなんです、身代わり意味わかります、身代わり、あ、え、変わったってこと、どなたか腕を伸ばしてお願いします、サラットでいいです、もサラット言っちゃってください、間違いなく入れ替わってしまいました、さあ私のマジック癒されましたか、はい、せーの、いつすごいな、ロケ調和お気に入りです、そう、お土産を渡しておかないといけないですね、お土産は書いてくれたのは雄大さんでしたね、はい、どうぞめくってください、すげー、よく売ったお土産がちゃんと残ってましたね、すごい、これでチャンネル登録2名増えます、貴重な時間ありがとうございました、ありがとうございました、ごゆっくりどうぞ、あ、こちらね、スタジオに住んでね、はい、失礼します、